ほら、近く近く近く。合わせ。我々の祈りも虚しく、結局騙されていることに気づかないまま終わった前回、ゲーム実況者5年目の意地でゴージャスさんは気づくことができるのでしょうか。これまたビルの横もタタタタって走れるんですよね。走れるんでね。やってみてください。おい、うん、お気持ちいい。できる。おい、危ない。お激突そうだけどね、壁に。うんね、走った走った。これだこれね。すごい。なんで激突しない、あ、しましたね。あった、ほらすごい。行きましょう。すごい、ちゃんと目的地に向かってたんですね。ね、ちゃんと見てますよ。やみくもにやってるわけじゃないですよ、これ。でも真面目に本当は見たいんですけどね、うん、ちょっとしたら見たいんですけど。遅れてすみません。すごい。あ、ドクターオクトパスじゃん、これ。悪いやつですか？ドクターオクトパス。これ、いい人？いい人。おっと。いい人。もっともっといい人。アームがついてて、それが4本ついてて、手足と混ぜて8本になるからオクトパスって。なるほどね。博士、怪我は？ああ、ひどい姿になっちゃって。R で動かす。おう。で、終了。で、終わり？終わり。何をしたいの？これ終わり。操作できますせってことかな。何がまずかったのか、まずかったのか。義手を修理する。はい。うん、調査。うん。失敗。うん。第一段階。続ける。サーボコントロール。回路が焼けてる。おお。僕が実践。パズル的な。おお。まあ。うん。ほうほうほう、うん、事前にチェックしてれば、うん、回転もあるよ。これ、これをこう、あ、回転もあるんだ。入ってる。ここで回転して、お、回転した。お、さあ、流れ始めてるね、バッテリーが。今考えてるから、うん。バッテリーの隣のオレンジのところに着地させなきゃいけないんだ。そうだね。うん。で2番、うん、お、通ったね。うん、3にして、また回転させて、あ、違うか、あ、下に持ってくのか、うん、下に持ってくの、回転はできるもんね。そ, う そ, う そ, う、それを回転させんだ。お、うん、来た。で、それ で, で、また1番、あ、ん、どっち向き、あ、いいね、こう、こう行けばいいじゃん。下行った、やった。お、完璧。やるやん。部品を修理した。やるやん。実感が重い。お、まだやるのかい、うん。めちゃいっぱいある。サーボモーター、今度は。モーター。そうだね。それだと行かないじゃないですか。私これ、行かないんだ。私これ動かしてないです、今。ん？いや、俺動かしてない。行った。動かしてない、俺。セルフオートじゃないですか。あれ？消したんですね、全部。これ何？これ、ちょっと待って。スイスイ言ってるよ。これ動かしてない。お、うまい、うまい。これモード何でしたっけ？フレンドモードでしたっけ？フレンドみたいなやつ。うん、じゃあセルフオート聞いてんだ。これ重じゃない、これ動かせないよ、俺。ある程度時間が過ぎるともう進んじゃうんだ。あ、セルフでね。うん。本当に？うん。こいつできねえなって思って。え、本当に？だ、時間経っちゃうと本当に行っちゃうんだよ。ドッキリじゃなくて、ちょっと待って、俺動かしてない今。押せるじゃん。で、ちょっと待って、じゃあ俺先にやるわ。ちょっとやってみて。ちょっと、セルフオートより先に。そう、セルフオートより先にやるんだ。頑張れ、人間の力を見せつけるんだ。うん、動かしてないの、これ。待って、これ待って。ちょっと、待ってくれ。待って、一旦整理しましょう。一旦整理しよう。え、何モードで始めたんでしたっけ？あと一番フレンドリー？セーフオートが、うん、セルフオート。セルフオート？セルフオートが聞いてましたよね。聞いてましたね。前回から。うん。前回から聞いてたの分かりました？
前回から俺を押してんのに反応してないんだよ、これ。前回もそうなんですか、何の音ですか。2回にわたってやる2回にわたってやるつもりはなかったんだろうけど、2回になっちゃったんじゃないですかね。あ、気づかねえぞっつって。あ、そうですね。正解。いや、マジでよ。私は5分前に言われただけなんで。よくあれですよね、はい、1本目で、うん、まあ、要はあのバットマンのこともあるので、うん、バットマンのこともあるんで、ジャス君の操作はちょっと補助しないと、うん、これまずいんじゃないかと。補助ってレベルじゃない、うん、フレンドリーモードってこんなになんか女の子が規制されてんのかなと思ったら、うん、うん、誰やってんだっしょ。おーと、いたな、ラスボスがいたな。ラスボスがいたな。いや、いけたんだよ、俺はだから。信じろよ。わかりました、じゃあ、うん、ここからは、うん、もうご本人の操作で、うん、実際にやっていただきましょう。新鮮味がないだろ、お前のね、おい。新鮮、ほら、おいちゃんに言ったんだよ、俺さっきさ、エロー、そうそう、言ってた、おかしいよって言って。あれ、コマンド入力中だと。そう OK だろ。これどこ繋がってんの。これはね、もう一台別のね PS4 を準備したの、わざわざ。だからちゃんと光ってるの。そうなんですよね。手込んでるよね。あれはおいちゃんがゴー様の手元を監視するのに、うん、ボタンを押すタイミングとかを見るためのだけのレックされてないカメラ。怒ったぞ。怒った。まあだから、うん、要は、うん、前回から引き続き、うん、見せプレイしていただいてるところを、いいだろう。あなた自身が実際に操作して、うん、ほら俺だってうめえだろってところを見せてください。もういいだろ、やってるだろ。もし上手かったらもうその騙したやつはもう配信しちゃダメ。本当にダメだこれ。配信しちゃダメだ。よし戻るぞ、おい。キングピン倒させる、はい、俺に。じゃあその配信するかしないかちょっと余計な判断でプレイを見てください。いいだろう、凝ったぞ俺は。じゃあこれ戻るぞ、戻るよ。ほら反応する、ほら、うん、俺ちゃんと反応するよ、ほら、うん、ほんとね。一回戻ろう、一回、うん、よく一面からやんの。ここからの、うん、義手をテストしてください、うん。ほら、サクサク動く、うん、ほらめっちゃ動く。嬉しそう。ほんとに、くす、バカ野郎が。俺、すげえだろって言ってたもんね。言わせてたんだろ。俺はだって言われておかしいなと思わなかった。いや、俺の顔を見てれば分かるよ。俺がそんなに意気揚々とやってないのか。やってましたよ。いや、俺ならちょっとしっくり言ってない顔してたでしょって。いや、そのちょっと VTR 見ていただきましょう。 VTR 見てくれよ、あれ、ほんとに。いいぞ。こういうこと。お、押してる。あ、そこだ。すごい。今のこういうことだよね。これ。ほら、やってたよ。バンバン連打してたし。あれは違う。ああいうふうにしなきゃ、うん、ちょっとみんな気使ってるから。気使った。うまいうまいって。あえてね、うん、やったんだよ。ほんと困ったもんだよ、お前たちは。よし、やってやろうじゃん。こっから俺のスパイダーマンがこっから始まるんだよ。ストレスが。ほんとね。ストレスが。ユーザーの皆さんにストレスの使い方。過度なストレスを与えます。与えますよ。ほら。あの手の装置がないと、あれは出ないの？出ない。こっからですね。よし。こっから。じゃあいきますよ。はい。おスパイダーマン、こちらユイ。どこ行くの？ライカーズじゃない。あいつはビップ待遇されるらしいから。おや？うん。ダフト刑務所。ああ、スコーピオンとエレクトロと一緒ってこと？おお。できてんじゃん。できてる。できてるって言ってんの。あれ、これスタッフやってんでしょ？やってないよ。これおいちゃんか？おいちゃんやってんでしょ、これ。あ、じゃないよ。みんなで、あ、そういう、なんかそういう、やめろ、そういうさ、なんかそのなんかさ、これ見てほしい、ほら綺麗だね、うん、あ、これ部屋も見えるし、なんかあ、本当だ、本当だね、うん、こういうのとか見せたかったんだ、なるほど。ほらおほらなんだ、できんじゃん。できるっつうのおおほらお、外線
門通って。凱旋門、凱旋門。難しかった。でもチャレンジしてた。おお、うまい。ほらやるじゃん。やってるっつうの。これ俺だよね、これやってるの俺だよね。もう全部疑わしくなっちゃうんだよ。うまいじゃん。ユーザーにストレスを与えないようにスタッフが操作補助してたわけで。そうですね。うん、何オートだっけ。セルフオート。セルフオート。そんなのねえんだよ。すごい楽しそうだな。できるじゃん。できるってのから。できんのに。ひどいと思いません。それで僕呼んだの。ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。うん、俺も信頼できる人が必要だと思う、やっぱり。このスタジオにいるんじゃないですか。本当によ。スクランブル解除、破損信号検出。お、波長をマッチさせる。あ、ちょっと短く。おお、早い早い、うまいよ。ほら、俺だね。うん、もう完全に疑ってるね。疑ってる。もうこの信頼関係はもうやばい。知らないでしょ。その辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。ほう、ちょうどいい。近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。ちょっと見張ってろよ。倒せるかな。いや、絶対倒す。意地でも倒す。鉄友さんみたいな服着て。確かに。二人組だし。できる、うん、できる。俺やるやん。やるやん。おお、やっと振りますね。やるやん。おお、ほら、面白そう。ほら、できるじゃん。できるから言ってる。皆さん、今作はストレスフリーでご覧いただくことができた。ほら、おお、安心ください。そんなことある。そんなことある。舐めやがって。これ一撃も食らってない。楽しいんだね。楽しい。爽快感。キングピンより強いやつ。キングピンより、やばい。これは今作ですが、うん、若干のストレスを感じながら見ていただくことになるかと思います。お詫びして訂正申し上げます。 R1 で武器を奪う、うん、ナイス。お、あれ頭も取りますよ。ほら、うまい。おいちゃん。いや、俺だよ。今回ここまで。もう全部疑うからな、これから。いや、もう本当に一本目で、うん、いや、やばい、絶対気づくよって欲求と、うん、クラゲは言ってた。そう、絶対気づくってつったら、うん、気づかねえの。いや、気づいたよ。要素要素見てたよ。あとはね、おいちゃんが操作してると、うん、すごいね、ボタンの音が超うるさくて、うんうん、それをかき消すために私たちは一生懸命喋ってたんですよ。そんなの聞こえてないよ、そんなの。よかった、なんかね、声さすがにバレるって思って、うん、で、後から郷さんも一回出たじゃない、うん、あの収録の合間に ね、その時に、あれやばいよって言って二人とも言ってた、うん、そう。でもよかった、気づいてなかった。気づいてなかったね。あー、恐ろしい。うん、もうこれから全部のゲーム俺全部目光らせるから。あそこだな、あそこだな。上に潰してやったら絶対やばいってことだ。ただまあ、あれですよ、こうユーザーさんにね、はい、快適なプレイをお見せするための施策だったので。ユーザーと俺とどっちとんだよ。ユーザーです。だな、そうだな。まあでもジャス君のね、やっぱりそれはプレイ見たいんで、うん、寛大な心で、寛大な心で、うん、介護放送を見てると思って。じゃあ次回は、うん、僕のスペシャルプレイで、うん、本当に敵をバシバシやっていきますんでね、心期待でございます。はい、はいはい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いい加減にしろよ、お前たちも。俺はもう怒ったからな、本当に。ちくしょう。